続いて高卒です。現在プロの音楽家になるためにクラブハウスで演奏ライブをしているんですが、即興で喋ることはできません。どうすればお客さんが飽きないようなトーク力を身につけることができますかということなんですが、トーク力はね、語彙力です。はい。いわゆるトークって、文章をいかに速いスピードで借りてこれるかで決まるんですよ。いわゆる語彙力 と同じで、短文をいっぱい頭に入れてられてるかってことで決まるんですよ。トーク力を上げたいんだったらおすすめは、オーディオブックをひたすら聞いて、で、そのオーディオブックで聞いた内容を友達に話す。最初にエレキギターを作った、人いるんですけど、このエレキギター作った人って結構面白くて、ギターの、いわゆるこう、なんだ、演奏者としての、殿堂入りみたいなものをしているのと同時に、全米発明家協会の、なんか、殿堂入りリストって素晴らしい集まりをした人とかに送られるリストがあるんですよ。この2つにですね、同時にノミネートされてる人はそれだけなんですよ。つまり素晴らしい演奏者であり、かつ、新しいエレキギターっていう楽器の発明者なんですよ。ちなみにこの彼はですね、感覚でギターを弾いていた人なんで楽譜読めないんですね。はい、すごいですね。楽譜読めなくてもギターで素晴らしい演奏者になって殿堂入りできて、かつエレキギターっていうものを発明することすらできたっていうのがね、素晴らしいストーリーなんですけど、これもそれこそオーディオブックとか本とかから、頭の中に入ってくる知識なんですよ。で、こういうのがいっぱいあれば、その場その場に応じて、その必要なね、文章が出せるので、だからたくさん本を読むか、オーディオブックでインプットするっていうのがいいと思います。切り抜き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それでは、バイバイ。